こんばんは、東大阪新聞チャンネルの時間です。1月の第3週は私、東大阪新聞の社長をしてます小野本弘がキャスターを務めます。新刊案内として、今夜は続窓際のトットちゃんをご紹介します。紅哲子さん、NHK の女優第1号で、90歳で今も現役で、テレビで活躍されている、黒柳さんですけども、もともとこの窓際のトットちゃんというのを、40年ほど前に出されて、そして、続刊はあまり考えてなかったということですけども、このウクライナの、侵略戦争、ロシアによるウクライナ侵略戦争を機に自分の子供時代のことを思い出して、綴っているわけですね。でこれも非常に今、好評で売れてます。ちょうど、日経新聞の、12月18日の夕刊を見ますと、講談社は俳優でエッセイストの黒柳徹子さんが1981年に同社から刊行した窓際のトットちゃんが最も多く発行された単一著者による自叙伝としてギネス世界記録に認定されたと18日付で発表した。全世界の累計発行部数は今年9月末の、去年ですね、全で2511万3862部に上っている。ものすごいですね。非常に多くの、国で読まれて、そして、今なお、活躍されている黒柳徹子さんの、続窓際のトットちゃんを今日はご紹介しました。窓際のトットちゃんと同様に、ぜひお読みください。